株式会社クラロンは日本、福島県福島市に拠点を置く衣服、その他の繊維製品製造、販売メーカー。株式会社クラロンは1956年、田中全六と、その妻である住子がメリアス肌着の会社を社員ごと引き取り、福島県福島市で創立した。2016年で創業60年。百六十四年の東京オリンピックを機に、 これからはスポーツ医療の時代になると事業の中心を肌着からスポーツ医療に移した。現在は東北や新潟、栃木、茨城などの幼稚園、小学校、中学校、高等学校、福祉施設など約1200の学校、施設に運動着や介護医療などを収めている。経営方針はすべての人が望む健康づくりのためスポーツウェア製造を通じ、 社会に貢献できる会社を目指す。ユーザーの立場に立って、研究開発に努めた製品を廉価に提供することによって、学校教育やスポーツの発展に寄与するとしている。創立当時の従業員は7名。そのうち3名は障害者だった。1969年、中学校の教師から知的障害のある校を採用してくれないかと依頼を受け、数人を雇用した。 現在の社員は134名、そのうち障害者は36名いる。障害者雇用率は35.1%で、福島県内トップの実雇用率である。社員の定年は65歳としているが、希望すれば延長することができる。現在は60歳以上の従業員が20名に上る。最高齢は80歳の女性営業課長。 管理職の半分以上を女性が占めているのも特徴である。ABC クラロン会長、田中澄子ものづくり、福島ウェブハット ABC 会社と地域、支え合って、福島毎日新聞福島版2016年11月8日、株式会社クラロン、田中澄子会長講演会 YouTube、福島経済ナビゲーション第2回福島市、クラロン福島放送、 働く喜びって何だろうボリューム29朝学ナビ ABL ボリューム13採用と教育研究所日本で一番大切にしたい会社対象第5回受賞企業平成28年度新ダイバーシティ経営企業100選表彰企業経済産業省第49会社会貢献者表彰受賞者一覧公益財団法人社会貢献支援財団 採用と教育研究所ブログマイナス。ありがとうございます。